らの方でちゃんと音が入っているかと思います。はい、はい、すいません、はい、ちょっとバタバタしながらイエローさんが復活させてくれました。はい、ちょっとチャンネルがね変わってしまったんですけれども、ぜひまたお付き合いいただければと思います。はい、いやもう皆さん見つけてくれてありがとうございます。通知行きました、皆さんとこ行きました？通知オンにしてくださってると信じていく。はぁ、いやどこまで流れてたんだろうね。いい感じで話が盛り上がってきたあたりですかね。そう、何話してましたっけ何話したっけ。結構空いちゃったから忘れちゃった忘れちゃいましたね。ね、もう3歩歩ったら忘れちゃいますからね。そう、何の話してたんだっけ。模型寄りだよっていう話をして、あ、そうだ、8ミリの話。あ、そうそうそう、8ミリ、ね。そう8ミリこの前流してカットされてたんですかね。そこは落ちてた。落ちてるのかな、8ミリの話は。の触りのところで。触りのところで。ポンと落ちた感じです。はい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 。屈斜ロッコが素晴らしい。はい、そう。で、映像が残ってるのすごいよねって話になって、でモノクロだカラーだ、はい、あれは富士のカラーのフィルムで、はい、あとあのサウンド8っていう音入りのあの時代のやつももうすでにあるんですよ、はい、でそれもあるんだけど、で今の時代は、まあ、YouTube であったりとか携帯であったりとか誰でも動画残せるよねっていう話を、はい、いや昔その子供とか運動会撮るのにその、うんうんうん、ソニー のハンディカムとかって、うん、あの人たちってやっぱり残してるのかね。あれって、まあ、テープじゃないですか。だからあれをデジタルデータに持ってくるサービスとかは北村さんだったりなんだったりで、デジタル8なら大丈夫。デジタル8だったら、うん、デジタル8だったらそのまま読み込めるのパソコンに。どのみちあのキャプチャーボードを経由しないといけない。あ、そっか、本体で再生できるのか。そうか、もう8ミリだから。はいはい、そうだ、はいはい、そうだ、うん、ビデオ出力とかからパソコンの中に出ちゃうんだ。だ昔の8ミリは映写機がないと、あれ現像ですから、フィルムですから。うん、そうですね。あ、僕あの VHS のあのこんなでっかいあの、はいはい、持ってたんで、あれもね残せば結構面白かもしれなかった、うん、なんかデジタルデータとして多分クラウドとかに持っとくだけで、こっから先ね、例えばAI のできる処理って今かなり限られてますけど、文章を作るであったりとか、プログラムを書くであったりとか、絵を書くであったりとか特化してて、ね、全体的なものってなかなかできないけど、多分映像編集とかってそのうち AI とかにお願いしてできるようにできる時代が来ると思うんですよ。ちょっとお金がかかるかもしれないけど、そういうサービスでできるかもしれないですね。うんうんうん、だそう考えると、ね、あの今後、ね、50年後の人がね、いや令和初期の、ね、映像データベースから、あの各 YouTube だったりとかネット上にある映像データベースからこんなことを調べたいって AI に指示すると、それはバババッと編集されて自分が見たいところだけの映像がザーッとこう編集されて何分かで出てくるとか、ね、時代は来そうな気がしますよ。良くも悪くも。そう良くも悪くも。うんうん、そこにね改ざんとかも入ってくるから面倒くさくなるのか。うん、ね、ね、肖像権とかね。そう今日個人情報とか、うんうん、まあ今難しいですから ね俺も個人情報とか、まあ、あの世に写ってる人みんなに確認しないでそのまま、まあ、50年もすればもう顔も形も変わってるだろうね。勢いで、まあ、そうですね。だからあのテロップは入れなかったんですよ。あの どれが誰々さんみたいな形のテロップは入れないで、最初のとこでねちょっとお話はしたんですけど、あ、じゃない、そのそれまだ俺 YouTube 上げてないんだ、今編集終わったやつだ。そう、後から上げよう、 YouTube にも上げようと思って、はい、やってるんですよね。例えばプラモショーとかでこう映してていろいろ人が映っちゃうじゃないですか。はい、映っちゃいますね、うん、あれぼかしとか入れて、あ、ですね、ぼかしとかっていうか、できるだけイエローさんがカメラ回してくれてるんですけど、人
の映らないように映らないようにやってくれてる。やっぱ走るのも大変ですもんね。ただ基本的にはメーカーさんと自分みたいな形で、まあ、後ろ通り過ぎる人とかはねちょっと勘弁してもらう感じなんですけど、それもここのブースではダメですよってとこあるよね。ダメなとこだ。そう、ダメなとこっていうか、あのでいうとその立ってお話してくれるその社員さんも含めて、商品以外は取っちゃいけませんっていうブースとかは存在します。はい、あとし毎回あのだいたい確認して撮影許可を取るっていう、そうそこからスタートは毎回してます。そう、毎回してます。アマチュアさんだとそれ聞かないでやっちゃって、そうですね、多分一般公開日とまたちょっと違う、そうそう、プレスビーなので、はい、映しちゃいけないものも存在するので、はいはいはい、そうなんですね。そう、映しちゃいけないものとかが後からその何あのこれはねあのプレスビーのみで映しちゃいけませんって書いてるやつがトリミングされてネットに上がってたりとかするんですよね。自分らはそこ控えてるのにしれっと上がってる、上がってる、見つけたりするよね、うん、まあいるんだろうね、はい、あーイエローさんだった。とにかくサブチャンネルって誰だろうと思ったっけ、イエローさんだった。なんか悪いこと言ってない、いや言ってないんじゃない、今日イエローさんマックで配信してるので、はい、うん、イエローさんのサブちゃん、そう、いえ、そうそう、サブちゃん、大体ね、ここであれなんですよ、アップルの悪口を言うとパソコン落ちるんですよ、いつも。狙われて、マークされてるんですね。多分このスピーカー、マイクからなんか拾われてるんじゃないかな。あもしかしたらそういうのあるかもしれない、ね、ちょっとシリに聞いてみたらいいですか。やってるだろう、ついね、そう、 iPhone に向かって OK グーグルとかやっちゃうから。多分嫌なんだと思う。やられてる。そうそうそう、そんなんでね、ね、ね、まあそうだからね、映像であったりとか YouTube に日記のように書かれてるってやっぱすごいことだと思うんですよね、いろんなことを、はい、いやそうなんだ、いやこんな動画がみたいなのがすごいこうなっちゃうところがあるんですよね、はい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 、自分も大してあのあんまり意識してなくてもね、なんでこれみたいな、ね、で何年かしてから急に上がってくるのもあるんですね、あれね、うんうんうん、なんか検索のあれなんですかね、いやそれもあるかもしれないし、その時のね時事ネタ的なものとかもあるかもしれないし、うん、うん、ね、だから僕もあれですよ、結構前にこうあのザブングルってわかります、はいはいはい、うん、ザブングルのトラットじゃないやクラブタイプを筆塗りでバーって作って、はい、でそんな伸びてなかったんですけど、 ある時再生産かかったらすげー伸びました。そういうのもあります。だからまあアーカイブを持ってるっていうのはそういう部分では YouTube としては強みなのかなとは思いますけど ね、うん、この前あの鳥山さんがお亡くなりになった時、はいはいはい、鳥山さんの関連のものとか関連のプラモデルとかも伸びたりとか、うんうんうん、あるんじゃないですか、ただプラモデル ね、まあ、そのね伸びて古いもの伸びたりとかそういうのもあると思うし、それからなんていうんですかね、あの、まあ、今日やっぱり 今手に入れてきてみたいっていう人が結構 YouTube ってリアルタイムなので、やっぱり現行のものとかが一番伸びるのかなとは思いますけどね。あのタミヤ模型もあのタミヤニュースの昔に鳥山さんが作った作品、はい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 、はい、出したの、あ、上げてましたね、ツイッターとかでね。そう、鳥山さんね、鳥山先生、いやそれこそあれですよ、うんと、あの改造人形コンテストで金賞を取った時、あ、そうなんですね。そう、いやあの頃ね、自分もね、はい、あれあんなの確か見たような記憶があったけど、あれもしかして鳥山さん、そうだ、あの本当に、ね、鳥山明の名前で出してて、それで、ね、金賞取って、しかもその時鳥山さんすげえ売れてて、いやよくそうすごい売れてて、編集部からあれなんですよ、プラモデル禁止令出てたのに金賞取っちゃってバレたらしいですよ。そんな話は聞いたことあります、はい、ペンネームとかしないね。ね、なんなん。鳥山明さん本名なんですよね、多分ね。そうですね。そうなんですね。うん、
いやあの人のプラモデルもすごいけど、うん、ま、あのメカニカルのデザインもいや、ね、素晴らしいですよね。鳥山明さんは、うん、やっぱ模型とだからね、ご自身も模型やられるからすごい親和性が高くて、多分、ね、好きだ、模型好きだったんじゃないかな、うんうんうん、であの描き方もやっぱりこれやっぱり立体的なものを著してないとあのデザインとかできないと思うのがあるんで ね、うんうんうん、ね、本当にバイクだったりとかね、車だったりとかも造形が深いから、そのアイコン的なデザインって必ず入ってて、あ、実際これ動くなみたいな、ね、すごい感じですね。デフォルメは確かにすごいんだけども、メカのあの感じはやっぱり、はいはい、本当大好きで、はい、立体的なものもやってるんだろうなとかって、うん、そんなんでプラモデルもね、いやーそう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 、うん、ね、プラモデルも今のそこにあるサンドランドはこれ映画の多分 CG から持ってきた箱絵になっちゃうんですけどね。昔出てたファンタジーライオンとかファンタジードラゴンとか、あの辺はそれこそ鳥山さんが描いた絵がそのまま箱絵になってたりとかもしてるので、うん、っていうかね、箱絵ってやっぱりね結構ですね、模型の箱絵って大事なんですよ。大事ですよね。いや、うん、あのスミプラさんが結構箱で買っちゃって中身作らないでとか、はいはいはい、僕もそうなんですけどいや、あの本当箱絵大好き、もう、はいはいはい、あの作っても箱を捨てられないとかってあるんですよね。わかりますわかります。スクラップにしたりとか、はいはいはい、結構こちらにもありますね。箱絵ちょっと面白いのはありますね。あれ小松崎しげるさんの、のこれ小松崎しげるさんだったっけ。多分そのガチョウは小松崎しげるさんの絵じゃないですか、箱絵。多分、あ、え、これ昭和40年前、これ小松崎さんの絵だと思うんですよね、このガチョウ。はい、そういや小松崎さんっぽいです。あ、ここに入ってるサインちょっと見えません。あ、小松崎さんですね。ですね、はい、小松崎さんのこの辺の箱絵とか大好きですね、はい、そこにあの X カーとか多分そうですね、サンダーバード上から4番目、もう一つ先から、あ、それの4番目。え、これ小松崎、あ、それ小松崎さんじゃなかったっけ。いや違う、2番目じゃなくて4番目。あ、それ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 、そうでしょう、はい、はい、これですね。これもそうじゃないですか多分。あ、そうですね、小松崎って書いてますね、 X か。こちらも小松崎さん、画面こんな感じか、うんうん、これは昭和の少年たちには結構ガツンとくるんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、今のとかでも結構気になるのってあります？今のはね、俺もちょっとやっぱタミヤさんで育ってた、はい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 、なんでなんかないかな、タミヤさんの箱絵がボックスアートが、これね、ちょっとだけここにあるんじゃない。先に用意しとけばよかったな。いや崩れるそうなんですよ、あの箱絵っていうのはその背景を描いてるのと描いてないのがあるんですけども、でこれ触るとこれですけど、でもっとあの資料として模型 の、 あの参考になるぐらいのね、わ鳥山明さん、はい、はい、これはご本人のですね、はい、だと思います。
ご本人の絵にデジタル彩色っぽいな。そうですね、うん、これは何年ぐらいの。これ僕作りましたけど何年になってんだろう。これはい、鳥山明さんのファンタジーライオン、はい、あとね、あ、ガンプラとかもキャラクターも結構やってるのね。この辺とかはね、もう MSV の、はい、はい、これなんだっけこの人、カイラさん、なんだっけな、あった、石橋健一さん、はい、はいはい、っていう方です。はい、検索しないと、検索しないとね。なんで俺この辺まで撮ってあったんだろう。はい、ちょっとこれは、はい、あのキャラクターついてるやつですね。そうですね、キャラクターついてるやつ。これ途中キャラクターがなくなっちゃったんですよね。あ、そっか、今の書いてないのか。今書いてるのもなんか再販されてるけども、このキャラクターでまたお金がかかるんで。はい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 、あのシャアさんとかアモロさんとか、うんうんうん、あのいないいないやつがあるんですよ。ね、やっぱり 06R これさ、箱絵ね、出てきた時にさ、だって後ろ姿がメインなんだよ、一番でかいのが。これね、ねえ、そう、黒い3連星の 06R、ね、06R っていうかね、当時はこれザク2がこの名前だと思ってたの。だって旧ザク、ザク、ザク2だと思ってたの。あの赤い彗星のザクは2の方なんだ、はいはい、あれ2、はい、普通のやつよりちょっと、うん、早い。なんかね、いろいろと設定がね、ね、あとこれ誰なの、これどこの、長谷川さんの、これ長谷川さんの、あ、これあのイラストレーターの坊さんとかじゃない、この描き方は。そうなのかな。そう、ちょっとカメラの方も見せて、ぜひ。この描き方です。これはタミヤとかにはありえないストレーターの方ですね。はいはいはい、ね、タミヤとかだとね、F1 こんな感じになりますから。はい、はい、あ、ちょっとこうした方が、ちょっとこう、あ、光ってますね、うん、ちょっと頭を下げた方が見やすいです。はい、こうなっちゃいます。はいはい、はい、だからその会社によって全然その、うんうんうん、カラーが違うというか、うん、あ、ヨロさん、なんかえらい CM が入る、広告が入る。どうしたの今日、どうしたの。自動的に偉い CM が入る。なんだろう、うん、この辺りがね、海外系のね、レベルさん、レベルさんはこういうちょっと背景も入れた、うんうん、レベルさんの結構昔のやつ、ベネトン、うん、この時代って全部を見せるんじゃなくてね、こういう描き方と、これ結構そそるよね、うん、そうですよね、はい、こんなんとかね。いや、F40 もね、あ、そっか、タミヤさん、この辺はこういう系か。これ、あ、これモデラ、あ、背景入れてた時代のやつもありますね、うんうん。これどういうあれがあるの、あのミニとかああいうやつも背景、ね、背景入ってるやつありましたね、はい、今どうだったっけな、これこっちはこれ白箱ですよね。そうですね、ディスコント、はい、これもでもどうなんですかね、これ車描いてる専門の人と他の飛行機描いてる専門の人なんか違うの、違う、画調が違うんですよね。そうですね、光の、ま、うん、それタミヤらしい感じ、タミヤらしい感じですね、うん、あとはね、なんかね、特筆すべきものはそんなにないかな。あの外国のやつとかいいんじゃないですか、ね、エアフィックス、はい、エアフィックスさんですけども、いや、これはね、横山先生、はい、はい、横山先生、はい、横山先生、はい、
これも確か有名な人ですよね、これね。あ、これ海田さんだ。海田さん、うん、はい、ガンダム。この頃はもうキャラクターついてないんですね、これね。ああ、この辺のガンダムはあんまり見なかったんで、はいはいはい、あんまりこのキャラクターとかわからないんですけども、うん、CM 入ってないなって。俺だけ CM 入ってるの、なんかさっきから。なんだろう、なんだろうね、うんうん。ね、あと今ちょっとこれはちょっと入れとくとして、はいはい、あと今店頭にあるやつでもね、はい、面白いのは、よよ、はあ、え、いや僕はですね、やっぱりあのここ何年ぐらいだろうな、すごい出てこられたね、それこそホビーショーでイエローさんと一緒に挨拶させてもらったね、あの、あ、画角から2人とも出ちゃいました。でこの辺タンクローさん、おお、はい、タンクローさんの絵も素晴らしいと。素晴らしいですね。最近、うん、最近すごいタンクローさん好きだな。これもね、この錦大帝もかっこいいけど、あ、俺この前でセイバードッグがねたまらなく好きだったんだよな。セイバードッグ売っちゃったっけ。あ、今また売り切れちゃったか。飛行機って、はい、その機体も大事なんですけども、そのバックのその、あの雲の感じ、はい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 、空の感じ、あとこれ海からこうザバーっとこうしぶき、もうミストになってる、うんうん、この感じがやっぱり描けるのがやっぱ長谷川さん、こういう空の描き方とかって結構長谷川さんがあれなんですけど、タミヤさんこういう描き方はしないね、タミヤさんのは、タミヤさんの例えばこの辺、これタミヤさん、はい、違います、全然、うん、やっぱ絵師さんによって結構違いますね、はい、あの多分これはこの精密さを描きたかった、ね、そうですね、そのこの流れと ね曲線のね、うん、これもあの模型作りの参考にしてくださいっていうようなぐらいのもう精密さなんですけど、これはそこまであのハイライトがちょっと強くて、この影の部分とか潰れて、そういう精密感っていうのがあんまり見えなくなっちゃってるんですけども、これ今日雰囲気ありますよね。雰囲気はありますよね、これね。これだったっけ、こういうのは好きです僕ね。あ、これもタンクローさんだ。これも結構好き、このヘリを下から、はい、ね、そうそうそう、この実際ね、これね、こういうレスキュー系のヘリだとやっぱりこういうなんかそのものに対するその角度ってあるじゃないですか。そうそうそうその一番その飛行機だったりヘリが雰囲気よく見えるっていう、あのヘリコプターって結構下から見るっていうのがあるんですよ ね、うん、上こう見上げて、上からじゃこの角度で結構普通の地上にいる人たちもこういう風な視線で見てるんで、うん、こういう風に、まあ、描くと映えるのかな、ね、あと光の感じですね、この雲の描き方、このあと他の絵師さんだとどんなのあったかな。やっぱ長谷川の飛行機の描き方はやっぱり違いますね。うん、素敵いいと思う。長谷川ね、飛行機の新製品出してくれないですけどね、うん、最近ね。あ、これ同じタンクローさんですよ。バックなしの。バックなし。バックなし。バックなしというか。これまた建設
回なんで、あんまり僕はこういうのあんまり見たことない、まあ箱で見たことはないんですけど、うん、これ面白いですよ、これじゃじゃん、おアクアク1号、なんとですねスタジオジブリの、ジブリというかあの宮崎駿監督が、ね、デザインして作った戦車を高荷さんが描いてるっていうコラボレーションすごいですね、これ高荷さんといえばほとんどタミヤさんのボックスアート専門だったんですけども、はい、やっぱ戦車描かしたら高荷さんなんでしょうかね、それで高荷さんのところに依頼が行ったんですよね、悪役1号といえど、あれこれ他にも箱ありましたね、はい、超合金のタイプがあります、はいはい、違うのがありますね、違うのがあります、はい、これってあの中の説明書のあれはジブリで作った説明書じゃなかったですね、あの豚、ちっちゃい豚書いてあるやつ違ったっけか、これあれ、あちょっと開けてみましょうか、フラッツ、あ、そうですね、これあのアスカモデル、はい、あバンダイとかだと早尾さんがなんかその自分で描いたりとかもマニュアルに描いて、あーこれはまた、あ今日こうそうか、はい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 、あーちゃ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 ー、あの一部使ってるだけです ね雑草の音から ねあのあれですよね、ナウシカのやつですよね、はい、うん、あの宮崎駿さんの直接の絵描いてるやつね、その辺とはちょっと違うかな、うん、箱絵は船が好きなのが多い、ほう、おー、エクラのプラン、カスピ海のこれがすごいかっこいいな、それ現物どんなのか知ってる、わかんないです、これあのね海上降下抑線、うんうんと、え海面降下、うん、海上降下抑線、海面降下抑線なんだっけ、海の上をねすっ飛ぶように、もうギリギリとかダーって飛ぶような飛行機と言っていいのかな、うん、うん、これって実在する、実在します、実在します、打ち捨てられてます今浜に、はい、あそういうものそう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 、カスピ海、あ海面降下抑線、うん、そうそうそう、これ浮いてるんですよ実際に、浮いてるんだけど空飛べるわけではない、あそうなんだ、そうなんだっけ、あのあれトッピーとか あっちの観光、あなんかそういう系なのかな、なのかな、うん、スクリューで進むんじゃなくて、そう、そうエンジンで、エンジンで、うん、はい、カスピ海の怪物って呼ばれたはず、へえ、船のくせに速いみたいな感じ、うん、飛んでるからね、うん、沈んでないですもんね、沈んでない、着陸っていうか着水してそのね摩擦とねあの重量でビーッと止まってって、うん、ところがかっこいいなと思って、うん、かっこいいよこれ、かっこいい、しかもこれね、いやあのパソコン今いろいろ出したりしたら落ちる、あんまり触りたくないです、そうだねそうだね、そっとしときたい、そっとしときたいよねこれがねだから実物がね本当にね海岸に打ち捨てられてるのさ、本物がバカみたいなデカさあるんだよこれ、だってこれね、このここのキャノピー見れば分かると思うけどジャンボ並みのデカさあるんだよ、それがね使わなくなったら海岸にそのまま捨ててあるんだよ、これは何のために作ったんですか、これあれですね、なんだっけ、お客さん乗せて、あいや違います、あのなんか防衛のためです、これミサイルです、上積んでるの、はいはいはい、いらないですねこれ船じゃいいじゃないですか、船でいい船でミサイル撃った方がいいんじゃないですかね、早いからじゃないですか、でも燃料食いそうですけどね、燃料食うね、船って飛行機よりはなんか大量に燃料詰めそうですよね、揚陸作戦用、あ、はいはい、あ、これどっからその、はい、車両とか出したりとかそういうのもある、車両とか出したりとか揚陸艇なんで、いやそうですよね、
兵隊さんを下ろしたりとか、なんかどこもなんか窓もすごい形でついてるから、なんかないですねこれね。ね、いろいろと計画はしたけど、すげえ作られたわけでもないし。これってどこの？これロシアです。はい。はい。はい。納得。わかりました。何でもでかければいいと。アントノフでしたっけ？アントノフも。はいはいはい。ものすごい大きい。そうですね。はい。あとね、俺ね、ツイッターで見たときにね、これ結構笑っちゃったんだよな。あ、ゴジラマイナス 1.0。 いや、はい、出たかやっぱり。はい、これ神殿。はい、でこれがね、実はゴジラの映画始まって、あのゴジラの映画とコラボしますよっていうのはイエローさんといったホビーショーで言ってたの。なんとコラボするんだろうね。ただね、歴史が古い、あの昔の時代のゴジラだってのもう分かってたから、だから例えば船だったりとかその辺でコラボするんだろうねみたいな話を現地でしてるんですよ、ホビーショーで。して蓋を開けてみたら、神殿がゴジラパッケージで、あ、また CM 入った、すげえ入るな、いちいち言わなくていいか。で、ね、これがすぐ発表になって、うん、なかなかですね、やっぱりこの時期に売らないとね。そうで、これが発表になって、これがね1週間後ぐらいかな確か、上映からそれでやったから、このパッケージがドーンとネットに出たじゃないですか。でタンクローさんご自身もこの絵を描いてるので、タンクローさんもあのゴジラマイナス 1.0 のこの、ね、商品のパッケージを描きましたってこう SNS で告知したわけですよ、皆さん買ってください、はい、ね、今予約受付中です。そしたらコメント欄に、ね、ネタバレすんなってこう書かれるわけですよ。そしたらタンクローさんが、俺なんて上映前からネタバレされたんだ、すげえ楽しみだったのにって書いてるっていう、そのやり取りが面白かったですね。これって金型違うとか？いや、金型昔の4発です。長谷川さんの昔の、ね、さすが、はい、この時期に売らないと、トツモールドの、ね、はい、はい、なかなか、はい、まあ、これはね、買ってぜひ保存していただければ。そうですね、箱マニアの方のために、ゴジラマニアと、ね、ゴジラマニアと ね、で本体、ね、それっぽく作りたかったら、あの、ね、造形村の4パチから、造形村の前、ここに、あ、 今もありますよ、造形村の神殿、はい、造形村の神殿、ですね。あ、はい、こっちですよね、ザ・神殿、うん、あれ、ね、でもちょっと違う、いや、あれね、ビリンがついてなかったんじゃなかったっけ、この辺のがちょっと違う、いや、同じじゃない、同じだと思うけどな、神殿そんな形ないから。いや、僕はあのタミヤの神殿とか。あー、はい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 、あ、ここペロンとここ何もあるやつですね、はい、ここのとこはちょっとうねってるのか、なんかちょっと、うんうん、うねってるように見えますね、この写真だとね、インテークのところの形状がね、これがなんかポコンとなってるな。今日神殿ってね、3基でしたっけ、作られたの、形になったのは。そうですね、そうですね、落ちてるのと博物館にあるのと、うん、尻もついちゃって、そうプロペラプロペラって、うん、で劇場に出てきたやつはなんか後ろのビリンがついてなかったんじゃなかったっけ。へー、そうなんですか、うん、いや、エンジン出力ちゃんと出てればだって後ろ動きますからね。出てなくて飛べなかったんだと思う。まあにしても、うん、これはちょっとまずいらしいですね。なんでね、他にもパッケージはね、タミヤは本当ホワイトボックスで生き残りましたよね。そうですね、あれアメリカで問題になったんですもんね、そうそう、本当はね、あのタミヤのさ、あそこ博物館行った時にちらっと俺ね、あ、これね、ホワイトボックスになる前の
あのリモコン戦車の時代とかすごいバックが書いてあってさ、すげえかっこいい、こっち狙ってる、センチュリオンでしたっけ、はい、狙ってるパッケージのやつ、すげえ怖いよねみたいな話をしてて、であれ海外で箱に入ってない兵隊さんとか絵描かれてるわけじゃない、うんうん、だからちょっとそれどうよっていう話で訴訟沙汰になったんでしたっけ、なんかそうですね、あのフレームだったっけ、なんかあの頃のやつで兵隊さんが入ってる絵と入ってない絵のやつがあるんですね、うんうんうん、これでちょっと問題になって、じゃあね箱の中に入ってるものだけをパッケージに書いていけばいいんだろうっていう話になって、タミヤのこの真っ白い箱になったんですよ。それがかえって真っ白いのを見ると、そうそうそう、お、これがタミヤの模型だ、革命的だったんですよね、うんうん、そうそうそう、それでホワイトボックス、タミヤのホワイトボックスっていうことでね、はい、非常にそうなんです、うん、であの頃あのリモコン戦車モーターライズは背景付きで、うん、ミリタリーミニチュアのあのディスプレイモデルは背景なし、うん、ホワイトボックスで、うんうん、まあ、限定版で後からあの背景付きのものを出てたんですけど、うんうん、あ、そう、1分の1の神殿はですね、あの博物館が最後買い取るっていうことで作ることができたんです。そう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 、ですね、そう、あれあのだからさ、うん、あのあれが映画を撮ったやつがあの博物館に行ったっていうか、博物館が最後買い取るからそのお金を出すのでっていうことで実機を作ることができて映画に出たっていう流れだったと僕は思ってました、うん、なんかそんな感じだったかもしれないです、うんうんうん、メタルギアソリッド3は途中までしかやってないんですよなんかね、あ、メタルギアソリッドね、メタルギアやりましたよ僕は、結構僕もともと、僕もやりましたけども、はい、もうついてきれなくなりましたね、はい、僕 MSX のメタルギアからスタートしてますんで、 MSX のメタルギアやってメタルギア2やって、はい、そしてしばらくね、いや MSX でメタルギアっていう面白いソフトがあってねみたいなことで MSX 信者としてはみんなに啓蒙してたっけ、プレステでメタルギアの続編出るっていうことで、マジか、いやそうね、僕もさやってたんですね、あの、はい、PSP でね、はいはい、そしたらあの息子がやりだすってさ、はい、でも俺なんかほんと任されるようになっちゃってさあのその罠とかに引っ掛けられるもうこれもう嫌になったそこにやられてましたね、ああそうメタルギアは結構ハマりましたね、いや面白かったですよ ね、 いやあのねやっぱりね、小島さん小島監督はすごい、小島さんはちょっとあの人は奇才でしたね、はい、メタルギアもそうだしねスナッチャーもそうだし ね、 ねポリスノーツ、うんうん、いろいろとあの方の現場いろいろやりましたね、時代はすごかったですね、本当にゲーム監督でね、あそこまで一人で、あ、まあね、なんだ、ね、堀井雄二であったりとか、うん、あのね、いろんな方いらっしゃいますけど、あのゲームの監督としてっていうか、ね、シナリオだけじゃないし、なんかそのゲームを作る全ての部分に関わってる人間としてすごい有名な人ってやっぱり、うん、あの人が走りじゃないですか、そうですね、うんうん、いやあの人はすごかったな、うん、アイディアがね、いやそうですね、ヒレオってあの何でしたっけあれは、あと最うんうんと最高、うん、サイコマンティスだったっけ、うん、あれの時は笑ったな、えマジでなどうなったとか思っちゃった本当に、あのね、うん、あのマテ茶を飲んでパワーアップするとか、あーそれは知らないなんかあったんです兵士がね、はい、あとなんかのセブンアップだかなんだか、はいはい、まあ、いろいろ出てくるんですよね、あとね僕ねあれなんだっけ、MSX のメタルギア2の時か、はい、あの時に塩酸が入っなんかのこのなんだ解除するの途中にね塩酸が入った中を物が通っててそれでこうトラップになってるっていうか、何かが起きたらその塩酸が漏れてしまってそれで鍵がかかるみたいなシステムのところがあって、でその塩酸をどうにかしないといけないっていう時にレーションのチョコレートを入れて中和する、あ、はいはいはい、はい、それとかおーって思いましたね、
はい、チョコレートのレーションを入れて、あ、それでレーションって何種類かで中に入ってるものがこの下にちっちゃく書いてあるんだと思って、でそのレーションを使ってチョコで中和してっていう部分とかね、あれとか考えつくってすごいなとは思いましたね。はい、そうそう、今古いん、あ、造形村とニコイチ塩、造形村、うん、造形ニコイチ、ニコイチ、ニコイチっていうか造形村だけでいいんじゃないデカールか、デカール、デカールだってあれ劇場版って引っこ抜いただけでしょ、舞台マークとかね、うん、よく見、まあ映画見てないからよくわからないんですけど、なんかだいぶ違うんですか、うんうんうん、塗装とか。どう、いや、そんなに僕も見てないのであれですけど、あ、そう、専務の鈴木さんとかね、あとあの、あ、なんだっけ、あれあれ、チーム忍者の人とかもなんか有名だよね。で、1分の1の神殿が余市にあった。いや、違います。違う、冷戦ですね、確か冷戦、冷戦の、FRP だかなんだかで作ったやつが余市のあの宇宙館、はい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 、はい、森さんの記念館にあったんですよ、はい、で触ってもなんか FRP ってなんか樹脂製で、はいはいはい、あれ冷戦です確か、うん、はい、だけど他の方も余市に神殿ありましたって。いや違うな、でもこの方とこの方なかなか詳しい方です。そうですか、はいはい、なかなかどころじゃないですね。1分の1だったかな、今日しん、なんで神殿が余市にあったんだろう。いや、うん、そっか、ちょっと、うん、もう一回ちょっと調べて、ちょっと調べてみましょう、はいはい、余市といえばその隣にあの日課のそうですね、蒸留所、あそこが ね、はいはい、ね、僕たちにはちょっと、ねあそこはね、行きたいですね。あそこでしか買えない、ね、買えないものとか、はい、ありますね。あそこのレストランもすごいですね。あ、そうですか。あの、僕ね、札幌に住んでたのが学生時代とかの金のない時、ええ、あとカメラマンのアシスタントとかだったんで、しかも当時酒飲まなかったんですよね、自分ね。なんかで一回行ったことはあるけどね。本当、うん、酒のあてになるようなとか、うん、あ、神殿で間違いないって、はい、デザイナーの人が遊びで作ったやつがあったんですって、地元の人が作った。へえ、何年ぐらい前ですか、デザイナー、下手したらなんかそんな数奇なデザイナーだったら俺知ってるかもしれないぞ何年前なんですかね。ねえ、うん、そっか、したら余市行ってみようかな、うんうんうん、神殿見に。まだあるのかな。いや、昔余市にあったって書いてある。余市にあるんだったらそこ結構、はいはい、ね、白熱するでしょう、神殿、うん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 、ね、そうですね、今神殿ブームですからね、神殿ね、うんうん、そっか、そう、さっきあれ、ね、でも神殿他のやつも九州なんとか飛行機のカラーもありましたよね、はい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 、確かね、どこだったかな、知らない、僕あの色しか知らないです。なんだっけ、藤島なんとかさんの逮捕しちゃうぞ、はいはいはい、あ、あれ、はい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 、青白のやつね、はいはい、神殿出てましたよね、出てましたね、うんうんうん、出た、青白のやつ、ね、造形村も限定出しま、うん、長谷川が限定出したのか、造形村も出したと思った、うんうん、青白の、青白の、そう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 、ね、こんなのあったんですか、ね、どこのティレルだみたいな感じのやつ、はい、ノーズが F1 に見えてもうティレルにしか見えなかった、うん、うんうん、店舗デザイナーの坂本さん、坂本仁さん、2017年の段階で68歳、へえ、そんなに古くないんじゃない、うん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 、若いですね。そうですね、店舗デザイナーだとさすがに知らないな、絡んだことないな、うん、そういうあれも作るのがね、できたんです ね、 ね、店舗って、店舗って無茶振りされますからね、結構ね、うちの店もね、店舗の前にプロペラつけれっていう、
ね、大きいプロペラついてるじゃないですか、はい、今看板であれって FRP とかなんですか。あれはね、ベニヤで作ったやつに化粧板貼ってあるだけですね。だいぶ腐ってきてて、あ、はい、で、そろそろちょっと外壁含めてやり直したいなとは思ってるところは思ってるんですけど、先立つものなかなか、あれ回るようにするとかする。いやいや、その前にね、あれね、全部で見ると星型エンジンになってるんですけど、そのデザイナーさんがエンジンのことが分かってない状態でベーってつけてるから、それはだからこう見るとね、12気筒ぐらいになるんですよ。ダメペラニカに。で、12はダメなんですよ、はい、奇数じゃないと、はい、なのでちょっとなと思ってで 12ってことはまずありえないし、どっちにしてもね、66でこうちょっとオフセットして2段になってるとしてもちょっと無理あるじゃないですか。55の星型エンジンとか、なんかちょっともうちょっとリアリティある看板にとか思う時ある。まじまじと見たことないんですけど、エンジンついてたんですか。エンジンついて、ちょっとお恥ずかしい感じの、はい、お恥ずかしいっていうことはないんだけど、ああちっちゃくて見えない、ここのとこにね、この前のとこにね、ちょっと、はい、はい、ペラとね、あれはね、なんかリデザインしてって思うけど、ただ昔のもの70年やってるとね、そのデザインを変えるっていうのも結構ね。いや、そうですね、そうそうそう、この看板って前の店へのリニューアルの時だから、自分が中学2年生中学に行ったら13、あ、それはだと、もう3変えられませんね。そうだね、37年使ってるんで、この看板、うんうんうん、作られたものとしたら、なんか店舗のなんかモチーフだったりとか、そう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 、があったのかもしれないですね。ね、そうだね。店舗の中ね。そうそうそう、なんかどっかで使うとか。うんうんうん。だから陽一だからね、下手したらね、もしかしたらね、小樽の光さんとかが、いや店舗に新年飾りてんだっつって作らせたのかもしれない。なかなかでかいでしょ。でも、でかいですね。ね、あ、さっきさ、ホワイトボックスの話が出た時にちょっとと思ってたのが、実はこの古いカタログがちょこちょこあるんですよ、ここに。これで箱へ乗ってねえかなってちょっと思ったんですけど、 LS さ、あ、今日ここだけだな。それはダークですね、すごい。そうですね、なんか箱へバババッと書いてるようなの、ちょっと見にくいもんな。外国のやつの方があるのかも。ああ、大竹は大竹まんまじゃないですか。あ、ここ藤見、藤見さん、おー、すげえな、パース効いてて、飛行機系とかもなかなか。でもこれタミヤの、あのウォーバードシリーズもこういうような、あ、そうですね、こんな感じですね、色合いの、うんうんうん、ほうほう、おお、これね、富士見の76、はい、今でもこのパッケージっていうね、なかなか。大滝はこれ箱絵ですよね、そのままね。箱絵ですね。ね、大滝の方なんで、はい、はい、大滝さん。てか今日ここに来てる人たちは、うん、新年会の再販ありますよ。再販っていうか、うん、新パッケージでもうちょっとしたら出るはず。はい、あれ再販扱いになってないな、新製品で、うん、4月すぐもうちょっとで出ますよ、確か。大滝さんね、ね、この辺のね、ヨットとかもかっこいいね。ミスタケチ、今どこに行ってんだろうな、ここら辺の金型。いや、俺実はトライスター結構好きなんですよね、ロッキードの。あ、うん、モヒカン、もうこれモヒカンですね。トライスターのこの3発のね、この尾翼の下についたエンジン、はいはい、これがね、あと、トライスターと、あと何でしたっけ、もう一機ありますけど、
トライスさんの方がこのエンジンからの流れがかっこいいんですよね。うん、どうも箱絵は描いてないな。今井ロボダッチ、はい、そのモノクロになっちゃうからあれですか、はい、タツノコプロかな。あ、いや、これね、なんだっけ、小沢なんだかさんってお一人のデザインなんですよね、これね。はい、ロボダッチはそうあ、ダメだな、俺らが見入っちゃうな。見入っちゃいますね、うん、見入っちゃいますね。これすごいんじゃないですか、これ。それね、どこですか、これ。どこ、これ、どういう戦車も作ってる。え、戦車も作ってる。みこしヨーデルだ。うん、知らないっすね、これお姫さんとかヨーデルね。みこしとか、これすごいっすね。刀もあるな。そう、いろんなメーカーがね。これ鉄の模型関係は絵とかない。ないですね。それトミックスまだ出始めなんで、この時本当にこれカタログなんですよ。情景もの、うん、あ、これアリか。あ、アリだ。アリはそこそこ、はい、はい、白黒だったんですね、うんうんうん、バスとかね、ありましたね。おお、長谷川の4月カズさん、ちなみに、はい、神殿下への再販ってあるんでしょうか。ジェットエンジン。あ、そうあります、あります。改造神殿、はい、あります、あります。来月、長谷川の4月だ。うん、ジェットエンジンにしたやつはあったんですか。いや、ないです。ないです。今の妄想です。妄想ですか、うん、はい、あの実際にジェットエンジンになった機体はだ、もちろん3機しか作られてないので、はい、ペーパープランとしてはあったかもしれません。はい、周水かなんかのエンジン使うとか。周水パルスジェットですよね。パルスジェットじゃ飛ばないと思いますね。だからそれでいくと、うん、それでいくと、あの何でしたっけ、あのメッサ、あのメッサの262みたいな形したやつ、あっちの方のエンジンの方がまだ、うん、ただあれ中に入れれたかどうか分かんないですけどね。メッサー、日本版メッサーってなかった。ありました、あります、262。262レップじゃねえ、うん、なんだっけ。大川ただのあれですね。あ、ね、20エンジンですって。ちゃんと書いてくれる。さすが、助けてくれる。さすが。イエローさんも入ってきていいんだよ。入ってこれないのかい。パソコン心配？いや、大丈夫です。大丈夫。CM は入らないけど、一止まるという、うん、綺麗というか、マックさんのだいぶお疲れかな。あ、一瞬止まる。あ、ちょこちょこ止まってるみたいだね。こっちは全然止まってないんで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。そうか。うん。いや、今日日本もね、いろんなものを計画はしてたけど、実際にね、作る資源であったりとか何だったりもかなり枯渇してたので、もう無理でしたね、うんうん、はい、なかなかね、あれに関しては難しいよね。あ、バッテリーが、ね設定なのこれ。設定かもしれない。自分の設定ですかね。何なんだろうな。ですね、広告問題です。広告問題、うん、しょっちゅう出る、うん、一番最初になんか設定するとこあるよね、流すときにね。 YouTube にお任せに普段なってるやつを切り替えなきゃいけない。今少ないにしてますよね。あ、俺少ないじゃなくて手動にしちゃってるやつ。あ、手動だったら入らない。入らない、うん、入れるって言わないと入らない。そう、ね、手動にしていつも入れてない。
あ、今日少なくてもこれぐらいは入るんだ。そう、シュースイってロケットモーター、ロケットモーター、あれパルスジェットじゃなかったっけ、違うか、シュースイってロケットモーターになるの、なるんですか。ロケットモーターは王か、ロケットモーター王か、うん、うん、はい、うん、ありがとうございます、はい、パルスジェット前僕あれですよね、一回ここに持ってきたことありますよね、ラジコン用のパルスジェット。あったんですか。ありますよ、 今もありますよ。ひどい音するじゃないですか。そう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 、なんかひどい音らしいです。近所迷惑。はい。で僕は見たことない、見たって、エンジンかけたとこは見たことがないんですよ。そのエンジンだけあります、はい、ラジコンの。たまに YouTube で自作のやつとかってやってる人いますよね。ものすごい音がするんでね。はい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 。だって爆発、連続で爆発してるんですかね、ずっとね、何もなく外側で、そう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 、はい、だからあれね、いやかけてみたい、いや親父がラジコンの飛行機用のやつを持ってたので、はい、それなんですけどね、なんかかけようと思えば今でもかかるかもしれない、うん、ただもううん十年前のものだから強度がどうかとかその辺は分かんないけど、なんかアメリカ製のやつだったと思うから、そう、あの それを元にして OS がその後作ってるんですよ。OS も出したことあるんですよね、あのラジコン用の。見てみたいな。あ、持ってきます？今あのいやいや、まあ出すのもまたね。ちょっとここから外れますけども、いや今日すぐ持ってこれますよ。僕もたまにあのバイクとかのマフラー穴開いて。はいはいはい、ほとんど概念期間みたいになっちゃうことなんですけど、あのガソリン濃すぎてね、はいはいはい、まあ、あれと同じ感じかなと思ってパルスね、で、まあ、マフラーみたいなもんですよ、それこそ、ね、そしたらちょっとイエローさん、ちょっといいですか、ちょっと今2回行って持ってきます、すぐ持ってこれると思う、少々お待ちください。そうですね。いや、これ自宅だったらもう夢の城ですね。そうですね。ね、まあ、いろいろ。話の流れでパルスジェットが出てきたらそれが出てくる。いや、結構あるんでしょう、だから。そうなんですね。ね。ここにこう、ね、一緒にこう、配信とかしていますけど、ね、目利きができないからどれがすごいものかすらも分かってない。やっぱここは表のあれでバックヤードにはやっぱりすごいものが多分入ってるんでしょう、ね、上に行ったことはあります。あ、あります、あります。上の、もっと上とか、前に幽霊屋敷のあれでやってた時があって、あの時見た部屋がものすごいね、感動しました。それがあっての三宅模型。はい、はい、開けますよ。お、あ、しますね、匂い。これは飛びます。これでもしばらくあれでしょ、使ってないんです。使ってないです。それですね、これ全然焼き色とかつかないですね。そのまんまぶっ放してるから焼き色もつかないのかな。あー、そうなんですかね。普通マフラーとかあれですよね、青く、まあ、ステンだといい、はい、うん、ね、あの紫、オレンジ、方向系いいやつ、ここも結構焼け、これ自作、いや自作じゃないです、じゃないんです、はい、一応こう、まあ、溶接も低溶接で、うん、構造がよく分かりませんが、これがプラグかなんかですか。それがプラグですね。プラグでそのままここから燃料入れて、はい、はいはい、これ燃料どうやって入れてたんですか。
で一番最初だけ発火させてしまえばその後はずっと吸い込まれると思うんですよ。吸い込まれる、はいはい、下手したら重量かも、あの自重かもしれないし、うんうん、どっちが前なんですか、はい、これこっちからこっちから吹き出せます、はい、ここで点火してここから、ね、ビューで ここで爆発してでここで圧力かけられてビューボロ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 、その状態でこう火を動かして飛んでくる、そうでこれが機体の中とかに入れるとラジコンは燃えるらしいです。熱で燃えるでしょうね、うん、だから機体の外に、うん、エンジンとマフラーが直感だってことですね。まあそうです、ね、そうで吸い込み口でこう空気を密度をこう高くしてここからまたここで爆発してここまたここで絞ってビュー絞ったら加速しますからね、うんうん、そうするとこっち側が、ね、加速してるから引っ張られるので燃料はどんどん入る、どんどん、うんうん、キャブレターも同じ合いでピュー、それが何発ついてるんですか。これは一発です。一発で飛ぶんだ。そう一発で飛ぶけどもこれ制御のしようがない、制御のしようがないから多分、うん、火事つけてもま、うん、っすぐ行っちゃうと思うんでね、うん、ミサイルじゃないですか。そうこれでもすごい火吹くからね、火吹いてそのらしいですね、そのパパーッともうそれはもう大変なことになりますよこれ、うん、あ今でも売ってるって、うん、あゲスト置いてオーナーが消える、すいません、はい、一応これ分解できるんですね、ネジ止め、あここは後ろは外れそうですね、外れて、はい、でも外すとなんかこれガスケットかなんか入ってないとダメだと思う、はい、入ってちゃんと正確に入ってここから火事になりますね初めて見ましたもんね、そんなのが、はい、ね、結構ねうちの店ね、さっきのカタログもそうだけど古いもの探してくると実はかなりいろいろあるんですよね本当に今ね、それ取りに行ってるんでその話をちょっとしてたんですけど、はいはいはい、お宝がきっとあるんじゃないかって話を、いや、ま、多分すごいと思いますよ、ただいろいろ見てるけどその価値が全然分かんなくって、いや僕もいやまた俺がここ画面から外れて持ってくるかい、ちょっとこれそう言われてみればそうなんだってあれだけど、でもこれ、ま、これパッと出されたら何言っても分かんない多分プラグがついてこっから吸い込むんだろうなってぐらいなんですけど、はい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 、多分このプラグも特殊なプラグだと思うんでね、だと思いますね、こんなの見たことないですね、うん、今日 OS のプラグですねこれね、うん、OS って書いてる、これ舶来、それエンジン自体は舶来です、プラグも舶来、こんなの見たことないですね、プラグはそれ OS って書いてるから多分当時の OS だと思いますよ、昔の、楽しそうだねこれ、これユーコン、ユーコンのスピード機です、はい、でエンジンがこれね、ドーリンだったっけな、これプラグオフセットしてるでしょ、はい、うんうん、ぶん回すからこうか、うん、これね、もうエンジン固着しちゃってるんでね、飛ばすとしたら相当整備しなきゃいけないけど、これ自作、前の釧路ラジコンクラブの会長が、はい、固着でも直せる人は直せるんで、ね、直せる人、うん、2ストロークになるのかな、多分2ストロークですよね、多分マフラーないですねピストンリングとかも、これってえ？ここからワイヤーつけてから、ここいいやつ、そうです、いや懐かしいな、ここでこれでもここだけほらはい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 、おお2本のワイヤーで
エンジンかけて動輪に乗せてエンジンかけてわーっとこう引っ張るわけですよ。はいはいはい、そしたらふわーっと上がってって、あと自分が回りながらこれそうそう飛んでいくんです。子供の頃小学校のグラウンドでやってるおじさんがいていや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 危ないでしょうと思ってたんですけど、はい、それのとんでもなく速いやつですね。そう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 、はいはい、いやこうやってんだけど、いや操作してたんですねやっぱり、ね、あそうです、このワイヤー2つでここで、はい、このハンドルのところで、はい、このワイヤーを操作させて、はい、今売ってないんでしょ。今は売ってないですね。ていうか、うん、そうですね、はい、危険だから。いやどうなんでしょう、今日有効やってる人はいるはずですよ。まああのまだいるのか、うん、有効のクラブとかあるはずです。はい、ただそれもね指定された飛行場とかで、ただ有効ワイヤーでつながってるから、もしかしたら今の新しい航空法に引っかからないかもしれない有線なの、つながってんだもんこう、うん、電波飛ばしてねえし、アナログアナログ今こそ有効流行るんじゃない、もしかしたらうるさいなーとか、うるさいですね、半端なくうるさいですね。まっすぐ走るだけならブラッドバウンドできるかえ、これすごいよ。うん、あとね、あとちょっと外れるかい、またゲストを置いてオーナーが消える画面から消えるのはいつも、いやもうかなりお酒も入っちゃってるんで、彼はもうハイペースですよこれね。今でも6万ぐらいで売ってますね、パルスジェットエンジン。おお。これ置いてきます。まっすぐ走るだけ、あ、ダッドハウンドできるかな。はい、お、来ました。はいヘリコプターシリーズ、これなんか見たことが、これは丸かさんっていうのは、あのよくあの小さい駄菓子屋さんで扱ってる飛行機とかのメーカー、ここあの飛行機のあのスチロールのあのペラペラのあの飛行、こういう飛行機知りません、戦闘機の、あれこれ丸かさんってあの駄菓子屋さんとかで、そうですそうです、あの、はいはい、ペラペラ のスチロールでできたあの飛行機とか、はいはい、ああいうのをよく作ってる、はい、これ駄菓子屋さん、記憶あります、そう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 、そうそうそう、ブリスター、これすごいじゃないですか。これシートをねだいぶちょっと人にあげたりとかして減っちゃってますけど、はい、いやいやいや、これすごいっすよ、これこれね、あの一段ボールありますよまだ、あと何十セットかある。これ分かるんですけど、なんでこれの裏はヘリコプターとかゴジラとかガメラ、ガメラとかですね。これだからいろんなバージョンがあったと思います。このヘッドタブが違う。あ、はいはいはい。そうなのか。これはヘリコプターシリーズ。はい。バイクのやつとかも当時出たと思う。いやバイクのやつ欲しいな、できる。今日ねバイクのやつ、もうヘリのやつしか残ってなかった。倉庫に。はい。これ何、これ100円ぐらいだと思う。100円もしないと思います、当時、うん、100円プラも箱に入ってましたからね。これどうなんですか、あのか、いやあのデカール死んじゃってるから、デカールはまあしょうがないんですけど、はい、意外とこれパーツ細かいですね、これね。そう、結構意外といけない、細い、これ子供には無理かもしれない小学生、ね、ヒューズと、はい、それと無理ですね、うん、で接着剤も中にちゃんと入ってますし、あの、はい、チューブ入り、そうでね、透明パーツがねクリアブルーなんですよね、はい、なかなかでもすごい、あれあれあのですね、はい、色濃いとか、すごい、これプラパーツ入ってるやつと、はい、あれ入ってないやつもあるんだよ。え、どれ？なんかちょっとこれ何、これ？これ透明パーツ、あのじゃ透明パーツだけ。これでかいですよね、これ。はい。プラパーツ、ほら。
あ、そうですね。なんでこっち入ってないんですか。あ、これ違う機種だからじゃないですか。あ、これとこれ違う、違います。これこっち、ここにこのまま。これは頭の、ここ以外は、はい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 。全部同じやつじゃないんですね。違います違います。はい、いろんな種類がいる。選ばないとダメなんだ、はい、こっから。すごいもの持ってますね。あとね、これはね、今ね、まだね、封も切ってないので、ちょっと封切れないけどね。これそれ切っちゃダメ、切っちゃダメ、ダメ。簡単にできる。あー、危ない。あ、H20 ヨットセット感染模型工作。これは多分バルサ材かなんかでできてる。そうでしょうね。はい、はい。これもうまず漢字が古いですもんね。これ現代的なあれじゃないですね。そうですね、はい。セット、これでセット、これでヨットができるらしいです。 H20、 はい、 H20 H2O。 これ説明書ですね、裏ね。え、この反ったやつも入って、いや、自分で反らせるんだよ。自分で反らせるんです。どうか触った感じ、どう考えても反ってないので。お湯かなんかで、はい、で竹ひごとか自分で買えって書いてますね。ああ、はい、下のこの部分ができるためのものは入ってそうなの。あ、これ曲げ方書いてます。はい、はい、セール、うん、セールついてない、あ、ついてでないんじゃないですかね。ない、うん、何センチ何センチって角度のボタン書いてます。はい、はい、そんなもの。これもまたすごいですね。それ、あとこれはスロットガン。これ前 YouTube でね、一回登場したことがあるんですけども、32分の1の日茂さんの、はい、スロットガン。スロットガン、マブチ FT16 のモーター別売りですね。はい、素晴らしいな、ね、え、下のこのゴールドパーツは金属ですね、これね、シャーシ金属ですね。はい、あ、なんかそれに削り出しの専用工具ついてますよ。はい、ね、もうあの削り出しの、いや、昔ってこうだったかもしれない、うん、これで300円とか、これはね、結構上等な方だったと思うので、これ結構高いやつなかったっけ、これ800円。はあ、はい、で、そのオプションパーツが、はい、あ、違うの、オプション、え、これオプションパーツの、それはあの本当にシャーシだけになるので、モーターが必要ですね。マブチモーター FT16 っていうですね、あの専用のスロットか専用のモーターが必要になりまして、こちらになります、 FT16D。 はい、そこまで、これ、はい、もうこれ作ってんです、まだ製造作ってない。あ、いや、もう作ってないですよ。それで走らせるの、あとこちらが必要になります。はい、これが、コントローラーでございます。はい、はい、今なら走らせる直前までフルセット。これすごい、なんか全部揃いましたね。エキスパートですよ、エキスパートコントローラー、はい、エキスパートコントローラー、はい、これ何、これか、そうです、これがね、当時いろいろ各所にあったあのスロットカーのやつで、あのイヤホンジャックみたいなのでガシャッて刺すんですよ。あ、はい、それで自分のコントローラーを持っていくんですよ、これ。あ、それあの今の人たちなんだか分かりません、ね、シャワーの頭かと。これでこれキュッキュッと、あ、そうですね、ここがスロットになってますね、バネでちょっと、はいはいはい、でそのジャックを刺すの、これをジャックをそこのお店にあるコースに刺して、はい、それでコントローラー、これで自分で使うんですよ。ジャックを刺すことによって電気が流れてきて、ここでボリューム調整する、スライダーでボリューム調整することができて、電圧を変えることができる。ただこっちはあのプラス端子とマイナス端子だけですね、うん、ですね、はい、でここに抵抗が入ってて、はいはいはい、でここが多分ブレーキか何か、要するに緊急停止か逆転させるのか分かんないですけど、はいはいはい、これはすごい、こんなものが。と分かりませんね、それパッと出されても何か、はい、モーターまで、そういうゲームセンターみたいな。あ、そうです、そうです、釧路でも須貝にありました。はい、そうなんです。はい、素晴らしいですね、釧路は。コース持ってないんだよな、
コースは、また別に。コースは、そう、コースはあのプラで出てるやつとかもあったんですけど、このスロットカーが流行った当時って実は大工さんとかが作ってたんですよ、各所に。はい、手作りの、手作りのコースで、企画が大体決まってて、はいはい、幅とか、そうですね、レール幅決まってて、でそのレール幅で、24分の1も32分の1も両方とも走れて、はいはい、でこの、 あのコントローラーをつなぐ部分も大体決まってて、でコースアウトすると、そうです、そうです、はい、へえ、そうなんです。いやこれはこれ作ってみるかな自分で。安いコントローラーもありますね。え、こっちエキスパートじゃない。モデルか。これ。これ。あ、これもエキスパートじゃないやつだ。ほな。これはまた別なモデルかの。あ、あら。じゃあこれでここが今度さっきのスライダックじゃなくて押し込みで。はい。はい。なってて、ここは規格一緒ですだから。はいはいはい。はい。あ、これはここのとこ違う風になってる。なんか違いますね。うん、3曲、あ、これ2枚だ、こっち、これは本当未知の未知の異次元空間に、はい、そうなんです、はい、夢グループいや夢グループですねこれね、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 オークションに出したらね高値ついちゃうんですよ本当に出てます、オークションに。いや僕ね、あなんだ、俺の方は止まってるけどそっち大丈夫、全然大丈夫。あ、はい、オークションすらそういうのもね結構ないかもしれない。僕ないです、ね、実はね、あの昔戻ってきてすぐの時どんなもんか分かんないじゃないですか価値が、はい、それで一回ね、これは手元に残してあるんですけど、はい、あのタミヤのフェラーリがあったんですよね、はい、でそれをねオークション出してみたんですよ、はいはい、だっけ1200円だったのが当時、これが800円、だから倍ぐらい、あ、ね、3分の1ぐらいです。いくらまで上がったと思います。いや何倍だろう、何桁が何個かいったんでしょ。そうですね、10万弱まで上がりました、びっくりした。それで、あ、なんかお店の古いものをネットオークションで売るのってすごい罪悪感を感じるからやめようと思って、それからオークション出してないです。はい、なので結構残ってます。かといって店頭で売れるもんでもないしね、うん、わかります。そうなんですよ、倉庫の中のものとかね、オークションに出せばね高値はつくんだろうけどね、ちょっとね、ちょっとね、うん、そう、ちょっとやっぱりね罪悪感感じるじゃないですか、ね、感じます ね。でだってすごい変な話、20年前のものだったら結構いい値段ね、10年20年経てばいい値段つくってよく言うじゃないですか。今日僕ずっとお店戻ってきて20年で、うちの店のこの普通に飾ってある在庫で20年動いてないものとかありますからね。またそれは別な話じゃないかな。そうですよね。いや案外なんかこれね、表出るとこに行ったら本当に高い値段ついちゃうのかなとか思ったりする。そうね、え、そしたらさっきのあのね、それこそスロットカー用の FT16 モーターとか もう今は手に入らないモーターなので、はい、まあ、あの辺とかもね段ボールで持ってますよ、はい。石坂浩二、いやちょっとね、石坂浩二にプレミアで買い取ってもらおう。いやいやいや、ねえ、石坂浩二さんね、この前テレビに出てました、ね、あ、出てましたね、この前ね、はい、あの全4回やったのかな、はい、うん、僕もちょっと全部4つ全部は見れてないんですけれども、はい、石坂浩二さんの回は見ました、うん、面白かった、うん、渡る世間の、あ、はい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 、そうですね、名前出てくる、すいません、あの人も角田さんです、飛行機がすごいですね、はい、
やーなんかあとなんかまだ引っ張ってこなきゃあれですか、なんか持ってきますか。いやもうだいぶもう満腹感が、はい、ああ本当だ本当だ、いいお時間もいいお時間、楽しい時間も過ぎてしまいます、ね、いやちょっとねあれですね本当に。いやもうちょっとね僕とか店の話ばっかりしてしまって大変ゲストで来てもらって申し訳ないことをしてしまった。もうちょっとお話を僕の話大体こういう感じですから電話こういうところにあるんで、はい、いや、ね、十分その僕の話もできたんで本当それこそ海外に行かれた時の話とか聞いてみたいなとか思ってたんですけど僕海外行ったことないので、しかもねロシアとかね行かれてロシアですよね。そう、うん、やっぱり普通の観光地に行くよりもちょっと冒険した方がいいですね。意外とね戦車とか好きで、はいはいはい、ベルリン行った時もあって、ベルリン行って、はいはいはい、普通に公園歩いてて、まあその当時の王様がその狩猟用に作った公園なんだけど、そこがまあいい公園であって、で近くにブランデンブルク門って有名な、はい、そこでまあ当時のあの東ドイツの紙で作った車、はいはい、あれがなんかタクシーの観光で乗ったりとかね、トラバント、そう、トラバントとか、うんうん、あれ見てまあまあ感動して、はいはいはい、ブランデンブルク門も昔の写真でソ連兵がこれ旗持って、はいはい、でこれ旗やってたのかとか、そっからちょっと歩いて、まあ、お散歩していったんだが、今度はソ連戦車の T34 とか、はい、T34、はいはい、普通に飾ってあるんで、ベタベタ触って、あ、大砲とか、はい、こんなのが、まあ、ここまでソ連軍は来てたんだなと、戦車マニアとしてはもう、で模型でその T34 とかって作って、うん、この戦車はぬかるみに強いとかって、はいはい、まあ、当時 のタイガー戦車がぬかるみにこうはまっちゃって、で、T34 もブワーっていっちゃう、はい、で、その秘密がその実写見るとそのこのキャタピラ、はいはい、全然違うんですよ、はい、あ、これがもうあれなんだ、タイガー戦車よか機動力が良かった、あとあれですよね、天輪のところから泥外に出るんですよね。そう、ね、泥かきがついてたりとか、そう、今僕らの知識で見ると分かるけど、多分当時作ってる人たちは分かんなかったんでしょうね。分かんなかった、うん、で当時の T34 のタミヤのプラモデルの遺体のそのプラスチックのあれが、はい、いやなんでこんなんだろうなと思って、いや全然ドイツ戦車と違うな、こんなんで本当に、でも本当にタミヤこんなにこれでリアリティ出してんのかなと思いながら、はいはい、本物見るといやこれ本当タミヤのそれもんじゃない、タミヤの正解だと、ね、正解だった、はいはい、まあ、うん、あ、ワッペンが203ですねって、はい、はい、203、うん、ワッペン、いや203、はい、203、はい、ありがとうございます。よく見えますね。こちらもね。見えます。こっちね。はいはいはい。はい。はい、で、バイクに乗るときに、はい、安全。ああ、これ安全性。安全第一。はいはい。安全第一。バイクに乗るときは安全第一。今日バイクで来たんですか？来てません。来ませんけどね。はいはいはい。いや三宅さんと合わせるのにやっぱこっちの系がいいかな。今日ごめんなさい、今日ヘリボンでした、ね、はい、ちょっとごめんなさい、これヘリの人が、はい、これもね結構いろいろあるんだよ、うん、ここでね、こう、そう、ね、はい、あれ風入らない、ね、そう風入らないようにしたりとか、いい、ね、うん、あと背中のねここも開いてまあいいや、ね、ベレー帽もね
いろいろとあるんですけれども、あるんですね、まあまあまあ、まあまあ、でそんなそんなんでもう11時まで、まあ、早いね、大変でしょこういう人呼んできたの、いや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 今日本当今日は、ね、楽しい時間をありがとうございました。また来ますからあぜひぜひ、ね、はいね、なんかちょっと今度はねあのちゃんと止まらず一発で行きましょうねなんとか行ければ なんかでも、はい、イエローさんがちょっと困惑してるよね。あイエローさんね3人で話せる環境作れればね一番面白いかなと、なんか話すがあんまり見えなかったりする。全然大丈夫ですか。大丈夫ですか。うん、いやー本当にありがとうございます、ね、今日はあの本当見ていただいた方々本当に、ね、そうですね皆さんにもねコメントをちょこちょこいただきながら、ねうんうん、やっぱ年代的に分かる方々、ね、うん、そうですね。スズマルカのグライダーとかもねあの皆さん分かってくれてるみたいだし、はい、うんうんうん、そうちょっとね今日僕席から立ちすぎちゃいましたね。いや、はいはい、それがまたね僕がちょっと置いてかれた感がそれはなかったです。大丈夫大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。すいません、まあ、そんな感じでね今日ゲストに、スーパーよもろんともよろじんさん、もよろです、もよろです、はい、もよろさん、はい、もよろです、はい、もよろさんに来ていただきまして、はい、今日はあの2時間近くかな、うん、ちょっと若干のトラブルもありましたがなんとか乗り切り、ありがとうございます、はい、やることができました、はいはい、今日皆さんも最後までお付き合いいただき本当ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回はねまたあのイエローさんとの配信になるかとは思いますので、はいはいはい、ぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。